中日松葉投手がドーム限定5回までのリミッターを解除し10日に今季初先発する。2年ぶりの4連勝に向け先発陣は8日は名古屋球場で調整。2軍戦3試合に登板し2勝防御率 0.56 と準備してきた左腕も満を持して合流した。もうリミッター解除ですよ。いけるとこまで。5回のリミットは解除してもらう。投手練習に立ち会った大塚投手コーチは開口一番、ベテラン左腕への信頼を口にした。かっけえ。ニュー松葉頼むぞ。それでいいねん。松葉、重り外していいぞ。頑張れ松葉、140前後で抑えるあの投球期待してまうわ。楽しみやな、スイスイ7回まで行ってる姿が目に浮かぶ。松葉が試合作ってくれたらかなり大きいから期待してる。松葉は普通に投げればシーズン5、6勝は硬いんやけど、投球動作を体操とかしてしまえばいくらでも投げられるようになる。もう年齢的にも成績的にも今年は勝負の年だと松葉も思ってるだろうし、2軍戦同様に長いイニングを投げまくってもらいたい。いいスタートを切れば次の登板も用意されるはずだから頑張ってほしい。なんたって野球が5回生ならサイヤング賞取れる男やからな。でも翌日休みで前日が長いイニングを投げられる小笠原で休み明けが同じく長いイニングを投げられる柳。どう考えても松葉が定時で上がれる状況は揃ってると言える。今季一軍初登板がいきなりハマスタだもんな。被弾だけは勘弁してくれ。リミッター解除とかかっこよ。ジャンプの主人公かよ。松葉9回完封フォルムきた。朗報すぎる。まあ松葉が6、7回まで投げれてるっていうことはリードしてるってことだからいいことやな。勝てる状況にあれば普通に勝ちパ投入すると思うし特別扱いじゃなくて他の先発投手陣と同じように扱うってことやろうな。のらりくらり7回に失点いないで頼むで。リミッター解除とかかっこよすぎやろ。なんか漫画の主人公感がある演出の仕方やん。なんやろこの期待させられる言い方は。よっしゃ、松葉の本気を見せてやれ。